よいしょ。大丈夫かな。明日いつもより1時間短いけど大丈夫かな。明日一応8時間のうち1時間休憩で7時間道路やけど、明日大丈夫かな。明日は残業ないと思うねんけど。電車来てんじゃん。これ電車来てんじゃん。うわ、もう見えへんやんけ。電車来てんじゃん。そういえば四ツ橋線ってまだホーム柵ついてないよね。充電的に四ツ橋線、御堂筋もなかったっけ、まだ四ツ橋線と御堂筋線ホーム柵ついてない。まあ、ホーム柵って言ったらワンマン運転になるんやろうけど、四ツ橋のところか。いつも難波降りてから駅の中シロンと歩かされるから、今日後ろの方の方が今日ぐらいスロットで50万ぐらいかかるんかな。今日ジャクラーで50万ぐらいかかへんかな。ジャクラーだけで50万かかへんかな。ジャクラーで5万ぐらい買って、そのままボットで50万とか、そうなんで、なんとかなれへんかな。そうねんじゃん。足は痛くないから、時間来たらすぐ帰ってくる。一番痛かったっけ。死ぬほど痛かったっけ。やばかった。寝ながらやってんじゃん。だから逆に、眠たかったから時間がめっちゃ早かった。寝ぼけて俺に何言ってか分かってなかったの。やばかったっけ。
首の痛さは取れてるんだけど、太ももとか筋肉痛みたいな、あんまり2週間ぶりやったからね、やっぱ2週間ぶりやったからそれかもしれない。当たったんせん、おじちゃん昨日思いっきり外したのに、ていうかまあ 2つ当たったけど、数字2つ当たったけど、これ当たったらでかいんちゃうんっていう方の音が2つ当たったけど、2つしかなかった。まあ今日ロトセブンで1等当たったら人生逆転や、もうこれしかないよ、このロトセブンにかけるしかないよ。 iPhone もゼロカットされたし、もうそこでおじちゃんにはこれしか残ってない。これがダメならもう死ぬしかない。今日今から久しぶりに沿っていくよ。久しぶりでも一昨日行ったけど、2日ぶりだけど、どこの沿っていこうかって生まれてるだけで、しかも俺逆カー出てない。これ配信やってる、俺ちゃんも配信しようかな。前でも配信してんけど、いつも君見
見てない時に限って俺ちゃん配信してんねんけど。キャワン。うまい入れ方。そういうこと。いや大阪は生配信なんか絶対できへんから。大阪で。マジですげえな。で大阪で生配信の許可なんか出せる店一軒もないから。全部大遊興が断ってるから。もしそんなことを許可したらもうその店潰されっから。たまにあの大阪のお姉ちゃん配信してるあのラリってるお姉ちゃんもあるけどあれ嘘やから。いやそれがほんまや、店名探してみろっていう話やから。あれ動画撮るか写メ撮るとか嘘ついてで配信許可取ってるってわけわからんことをこざえてくるじゃん。大阪の許可なんか取れるわけないやろ。あおか。だから養分も大阪で配信しなくなったでしょ。大阪なんかで許可取れるわけないよ。大勇気も潰されると。みんな嘘も大概にしやった話や。だって俺ちゃん大阪のパチンコ屋手当たり次第に全部電話来たもん。生配信の許可取れますか。一件もあかん、どっくもあかんかった。俺テレアポ並みに電話したからね。けどそれでもあかんかった、ね、あいつらが言っても全部嘘やから、全部嘘やから、なめんなよっちゅう話。俺先に全部大阪の人全店電話したっちゅう今日の話ですね。去年 YouTube に動画撮るためにあっちゃこっちゃあのクソ店も含めてあっちゃこっちゃ店電話して手当たり次第に電話して全部断れたっちゅう。全部断れた。一軒もあかんかった。で、ある店長さんが教えてくれたけど大勇気からやったあかんって言われてるからどこもできへんと思うで。それでも配信許可をもらって大阪で配信してますっていうやつはもう嘘ついてるとしか言いようがない。大勇気大阪遊戯王協同組合に入ってない感じにこれがあったら教えてくれないか。闇スロやかタイムズカープラス二次入会コーナー、そんなんまであんの今どき。すごいな、無人君みたいになってるやん。タイムズカープラスしてかよ。うわ、お姉ちゃん、じゃあ思いっきり穴開いてますけど、それわざとですか。そのそのでもいろんなお姉ちゃん女マジで今日こそはスロットなんか閲覧増えてきたな。どうした。今日の昼間とかさっきは閲覧全然伸びひんかったからもうお前ら来おへんかと思ってたけど、どうした今日。これからパチンコ屋行って盗撮します。パチンコ屋で盗撮します。だから店名は言わないです。どこのパチンコ屋かは店名は言わないです。盗撮します。盗撮配信します。死んだ。今日こそは、今日こそはジャグラーで50万円ぐらい勝てへんかな。もうええかげんジャグラーで50万円ぐらい買ったってやろ俺ちゃん。マジで。これっていうか、これ電車乗る位置俺完全に間違えてない。なんかいつもより遠かったような気してんけど、気のせい。めっちゃ遠かった気してんけど、気のせいかこれ。いつもより倍歩いたような気がしてんけど、気のせいか。マジで。あ、死んだ。あ、もう行けよ、こいつら。抜けた。やっとナンバーウォーク来た。ナンバーウォーク前遠すぎやろ。今日絶対乗る場所間違ってやろ俺電車。儲かる儲かる仕事の話全然聞いてないけど。いいこと思いついてんけど、ポスティングの請負いしながら Uber Eats やったら儲かるんじゃん。 Uber の待機中にチラシポスティングして
で Uber がなったらそっち商品取りに行って、めっちゃそれ儲かんじゃん。俺賢くないマジで。賢すぎるだろ。おじちゃん賢すぎるだろ。マジで。Uber のカバンの中にチラシガッサーの吸っといて、商品ない間はチラシをずっと巻きながら、オーダーが入った時だと Uber 行くっていう。マジで。日当5万ぐらいもらえる仕事ないっすか。日当5万ぐらいもらえる仕事ないっすか。ふわっちとか言うなよ。絶対もらわれへんから、ね、もらえる人間が限られすぎてるだろ。誰もがやってもらえるんやったらふわっちって言ってるけど、ふわっち儲かれへんやん。フワッチで稼いでるやつ、ヨッサンと、ヨッサンと金梅と赤心以外でフワッチで稼いでるやつ誰かおるの？誰かおるか？あと全員直振りやろ。直振り軍団やろ。直振りかどうかも怪しいけどな。ほんまはこっそり仕事行っていいんじゃん。マジで。お姉ちゃんの体売ってるから、まあ、それが仕事、仕事しとるやろうし。うん、男連中で、生配信一本で飯食ってるやつおりへん。俺変やっけ。そっかり少ないな。でっかい、でっかい女子高生。でっかい女子高生でもかわいい。かわいい。かわいい。でっかいお姉さん。最近でっかいお姉さん多いよな。身長俺並みのでっかいお姉さんが多いんだけど。やばくない？身長俺ぐらいあるんだけど。やばくない？よし。じゃあ、 遠隔が怪しいクラブ D はもう今日は完全にスルーをして、今日はどっち行こうかな。あ、それ配信で店の名前言えへんじゃん。どっち行こうかな。いい台がなかったな。とりあえず先にこっちを見て、こっちになかったら向こう見て、向こうもなかったらこっち戻ってきて、それは交互にしようかな。右肘左交互に見てみたいな。そうしようかな。おりちゃんやるくない？最近すごくない？枠を開けただけで10人来るようになったんだけど、すごくない？よし、ナンバーついたよ。ナンバーついたぞ。ナンバーについたんだけど、ナンバーついたんだけど、ナンバーついたんだけど、じゃあまずはこっちの店行って、どこの店かは言わんけど、こっちの店見て、いい台があればもちろん座るけど、いい台がもしなければ一旦スルーして違う店行って、で向こうも見て、向こうもいい台が空いてなければもう一回戻ってきて、それを繰り返します。それを繰り返して無駄な台を打たないようにします。今日は140分の1よりも、あーでね、キャマミミ、キャマミミ、NMB の方ですか？ NMB の方ですか？キャマミミ、めっちゃ無視されたけど、めっちゃ無視されたけど、めっちゃ無視されたけど、俺ちゃん最近無視されることが多いんだけど、俺ちゃん最近無視されることが多いんだけど、パチンコなんか行くやつカスですよ、マジで。パチンコなんか行くやつカスですよ。
手の痛い人も出てくるから。